かましい赤崎せよ赤かましいまじましてはい、ご覧ください今回肉汁ラーメン君さんですね。何か見えておりますけども、そうです、ね、変な顔ですね。はい、見えておりますが、ね、こちらね、京浜急行新馬場駅から徒歩6分、うん、ね、天王洲アイル駅からもね歩けるよという、そっちの方のアイルだ、そう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 、ところにございまして、こちらですね、なんと定休日がないという、平日11時から23時日祝だけ11時20時22時か無休だ、もう訪問しやすいしやすい、確かにね、いつもやってるよというお店でございますね。さあ、そして券売機ですけども、あのタッチパネル方式で、あ、はいはいはい、まあ、基本はラーメン、焼きラーメン、つけ麺と丼物というふうに出ておりますが、これをねペッとタッチしますと、うん、このように、分かれてくるんですね。今回黒ラーメンを僕ね選択をしているんですけども、うん、さらにこうタッチしますね、すると出ました、あら便利、そうなんです、コールを自分で選択できるよということでね、めっちゃ便利、まあ、マシマシにできるのは野菜だけにはなるんですけど、なるほど、はい、でさらにどのラーメンにも使えるこのチャーシュー豚一本というのをすごいな、一本だな、こちらです、うわすげえいや自分でも笑っちゃいますけどねこれね、選んだんだ、すごいな、つらいましたこれ、なんと13枚もの豚になります、切ると、まあ、あの切り方にもよりますけど15とかになる時もあるでしょう、いいんですけどね、豚に隠れてですね、今回黒ラーメンなんでマー油のスープなんですけども、ちょっと見えてますね、豚がもうすごすぎて、すごすぎて、後ほど見ていきましょう、はい、ね、いただきます、さあじっくりじっくり見てください、大迫力ですね、まんまだもんね、まんまですね、まんま乗せてくる、このまま生きてたんだろうなっていう部位的にね、まあ、脂身がほとんどない完璧ギュッチ豚ということでね、どんどん食ってくる、どんどんいきますよ、味付けほんのりタイプなんで、すごいな、ね、怒涛の5枚食いしておりますね、これね、まあ、序盤にねやっぱり肉はどんどん食べていかないとこんなもう半分なくなるんだもう半分なくなってます、さあそして見えやすくなったスープ黒いねこれね、すくうとね、まあ、あのニンニクのこう風がねふーんと漂ってくるんですよ、下から、ね、そうそう、こみ上げてくるね、で焦がした苦味みたいなものは控えめでして、返しからなのかな、ちょっとこう、はい、そうそうそう、あの甘みが強めのスープにはなっていると、うん、ね、それからね、豚への返しの染み込み、まあこれあの控えめなんで黒スープと合わせてですね食べていってほしいという、うん、なるほど、まあニンニク風味がもう効いてるんで、豚ニンニクがもう始まっているということですよ、最初から、豚ニンニク始まってますね。そして野菜クタなので、こう麻油のね吸い込み度が高い、うん、あ、なるほど、これはいいポイントだよね、そう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 、どんどん絡めて食べられるというのが、うん、そうね、それからね、あ、来ました、あ、豚と野菜を巻いて、黒スープ黒豚巻き黒野菜ですね、黒スープ黒豚巻き黒野菜です、野菜黒ですかちょっとなってるのよ、若干ね染み込んで若干なってる、黒豚なんですね、黒豚になって、黒豚なんですか、黒豚ではない、普通の豚いや、そこ違った、黒麻油豚ということでね、豚一本にビビって今回は中サイズということで第二はしておりません、あ、なるほど、麺をね、さあ引き上げていきました、これ、食感なんですけども、うん、この麻油のあのつぶつぶ感が麺にザラつきをね、こう生ませてるんですよ、うんうん、だがしかし中太のストレート麺なんで、うん、スーッと入っていくというのも、いや入ってったらすごい、いいすすりですよね、いいすすりができるということですよね、あ、ニンニク、今なんかこう小皿をね、あ、そうですね、出しましたけど、あれ実は追加ニンニクなんですよ、あ、なるほど、少ないと思ったら店員さんにこう言えばですね、別に料金かかんない、大丈夫です、なるほど、はい、無料でやってくれるので、まあ、辛さはマイルドなんでね、安心ニンニク、久々ありました、安心ニンニクです、久々なんだ、マユ自体がね、詳しいニンニクなんで、全体的にニンニク率は高い、うん、ね、スープに入ってる、それから追加のニンニクも入ってるね、赤石コッパレベル、なんと 4.5、 高いんですかね、これは、これは高いですよ、2回いくないですよ、2回、あ、でもね、確かに 4.5 に、ね、美味しさもあるんで、この返し自体にね、ツーンとした塩気からの甘さね、先ほど言いましたけど、ちょっと甘いんで、少し甘いんでね、黒スープの表情がガラッと変わる、わかんないけど、本当に合ってんのかな、毎回合ってますよ、合ってます、君、言ってくださいね、試してくださいね、あ、そして、白胡椒、やっぱりね、黒いスープに白い胡椒、うん、胡椒の位置がわかるんで、非常にね、胡椒の位置がわかる、あんま、あの、そんな目で見て目で見て、行かないですけど、一番濃いところ食べる、あ、そんなこと言ってない、ファイナル豚です、あ、ファイナル、ファイナル豚ですね、13作品目のファイナル豚ね、作品ダイレクトしわけでそこに返しリメイクしていきましょうね、何かを案にほのめかしているわけではございませんがね、ごちそうさまでした、13と7だから全然違うからな大丈夫だよそれ大丈夫ですか、ごちそうさんですということで、あ、なんと豚力120です
いや突破しちゃって、マシャジュが91点ということでね。油がなんかね、あんまりないイメージだったんだよね。あ、なるほど。そう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 、だから胃もたれもせず食べられるという、うん、いい特徴ですね。ね、僕今回品川駅から歩いたんですけど、はい、ラーメン二郎品川店を通り過ぎて行っちゃったんですよね。品川店は。いや、わかんないですか。すいません。まあ、店選びってそういうもんでしょ。まあ、もともと行くつもりだったんでしょ。並びはちょっとチェックしたんで。でも、あれですね、はい、普段の豚はね、はい、いろんな豚が混ざってるかもしれないけど、これは一頭マジ食ってるんじゃないですか。あ、そう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 。同じ豚を食ってるんじゃない。そういうことですよ。腕肉なのかな。まあ、バラじゃないから。そういうことだよ。腕肉のポンとかってことだね。だから1頭を食ってんだよ。いやいや、1頭の味、1頭の味を。そう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 。だから食い切ったね。均一なのよ、油も。その豚の油の配合量が、うん、そこもいいとこだなと思いますね。個性が、個性がある。焼きラーメンとかも食べに行きたいんでね。あの、いろいろある。焼きラーメンとかいろいろあるんで、はい、行きますよ。あ、じゃあまた改めていいっすか、言って。いや、はい、いいです。あ、はい、俺に許可も取んなくていいし、しなじに許可も取んなくていいし、別に特別に許可を得てね、行こうと思います。そこはね、そのお店にね、お店にね、お店にね、はい、ごちそうさまです。